こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアを始めていきます。さて、今回はですね、7位高知四万十戦です。前回激戦の末勝っております。現在10位です。10位ということで、順位表を見てみますと、函館ペンタゴン11位なんですが、こちらと3点差なんですよね。これ負けたら11位、入れ替え戦圏内に落ちるかもしれない。得失点差も8点と10点なんで落ちる可能性高いでしょうね、函館ペンタゴンが勝ったら。なので、高知四万十は前回っていうか第2戦目か、 初勝利を N1 初勝利を挙げたチームです。なので絶対勝っておきたい。 S も意外と少ないですからね。さらにそう、 S を持っている選手が結構休んでる。この×4 ってイエローカードの話かな。4周戻ってこれないってことじゃないの。4周2周怪我したんでしょうね。なので今回結構いい選手が抜けてるのでチャンスだと思います。なんでここは取りに行かないといけないね。というわけです。なので手を抜かずに、ベストメンバーで行きたいと思います。ちょっとね、ディフェンダーがもっと稼ぎたいやな。行ってみましょう。高知は、四万十リバーサイドパーク。アウェーでの戦いですね。おっと、なんだこれ。B とか C とか今さらあるんだ。やっぱり怪我、主力選手の怪我はかなり痛いってことがわかりますよね。7個、頭に持っていきましょう。ちょっとサツキが疲れてんのか。疲れてるから無理をさせません。サツコはもうちょっと強くならないとね。いいディフェンダーが欲しいとこではありますが、浦川いいか。浦川を入れとこう。今回節子落として、これで試合開始です。まあ、後半のスタミナなんですよね。問題は勝率は 34%、 アウェーっていうこともあり上回ることができませんでした。不安があります。立派なスタジアムです。四万十。さあ、ホイッスル。早くも翻弄されております。ちょっとピーチだ。やばい。あーっと、おーっと、バーに救われた。助かりました。いきなりからちょっとピーチです。おっと、また取られてしまった。あっと、何やってんだ？おっと、キーパー、パンチング、ナイス、救われた。必死のクリアですが、そこを奈々子が1対1になった。先取点。4を簡単に
突破しましたよね。守備陣もなんかこううまく左くるみがマークされてるのか、むしろ守備が追いつく邪魔をしているのか、なかなかうまい運びでした。さあ縦パス、ここ気をつけろ、浦川がボディで、防ぎます。高さが必要です。朝比奈、あっと抜け開いてしまった。ここキーパーが、さあ左右が奪いました。バックパス取りますね。これは、おっと緑にファールだ。選手交代早いですね。窓からちょっと疲れてるぞ。スーッと2点目取った、大きかったが、そうは簡単にはいかない。わーっと甘くはない。結構前に出てるんで、ここ気をつけないと。ファールだ。当たった。さあ、ここは確保したい。裏返。捉えてしまった。回り込もうとするが、谷原。抜け開いてしまった。シュートの力があんまりなかったんで、取ることはできました。バックパス対応しますね。さあ、もう前半、ここで前半終了です。羽生台チェンジします。早いこと手を打ちます。裏川に通った。おっと、チャンス7個いったーと、守備陣に追いつかれた。清水が見てますね。ギョン、危ない。おっと、すごいトラップだ。ジャンピング、ピンチ。うまく、ここは執念で出しました。サヨがちょっとやばいですね。サヨとミオがやばい。さあ、ここで。さあ、これは気をつけるよ。ミオが。うまくや、ファールだ。おっと、なんと、くるみイエローカード。見てる、まなみがナイス取りました。さあ、ここは、かなと、あやかと、みほ、みゆき。みゆきにチェンジしましょう。これで交代枠使い切ります。さあ、くるみに渡った。くるみ、ナイストラップから、7個。これは届かない。さあ、逆に気をつけろ、ここは。4。ファールじゃない。みお。さあ、くるみに渡った。くるみが中盤に上がって、なんか、意外な動きをしますね。緑、やーっと、簡単にはいかない。さあ、残り15分です。そっと、通っちゃった。まだ、安心できない。さあ、バックパスを多用します。かなりパワープレイなっていう形ですね。味方、これはちょっと難しい。出しましたね、ここは。さあ、ここ、追いつかない。やばい。同点に追いつかれた。まただ。
また終盤が どうもこの流れが続いてしまいます。もう同点に生きるしかないですね、こうなったら。おっと緑、あーっと、いや緑が確保したぞ。入ったー、なんと一回捉えたように見えたんですけど、取り返して押し込みました。くるみから緑へ。ここは大穴に捉えたように見えたんですが、そのこぼれ球を緑が最後確保して、ここで試合終了。奇跡の勝利をつかみました。前半からかなりこのシーンやばかったですね。コーツシマントスが押します。とにかくコーツシマントスはパスがとにかく思うように決まるんですよね。さあその前半15分、彩香から奈良子がふわっと上げてうまく決めました。あって、あーマークされてるんですね、くるみは。まあ分かってますね、他の選手もくるみに渡したらやばいっていう風に。さあそして後半43分、終了直前だったんですが持ちこたえられなかった。まあ、ちょっと守備陣のスピードも遅いんですよね。と同点かなと思ったら、緑が守備陣が3人いたんですが、ここへ出して見ながら確率シュートを決めていきました。審判の時計見てたんでしょうかね。ギリギリの勝利です。これで9位に浮上いたしました。そして11位の函館ペンタゴンとさ6点に広がりました。4勝7敗2引き分けですね。やりました、入団です。ありがとうございます。アサミがいるんですが、6000万おいそいと手を出せません。ゴールキーパー欲しいんですけどね。ロビンソンが1億3000万って、予算オーバーですよね。分かってます。次は一周明けまして、筑波田ガマと、試合を行います。結構余裕があるんで練習試合やってもいいのかなとは思いますね。あ、そうだ、それならば選手データ見ていきましょう。彩川とリオが疲れてるのか、疲れた状態で獲得か、リオ。ただ、鬼丸の方が、鬼丸200万なんですよね、まだ。裏川が600万とか、三木本が250万とか、格安すぎる。はい、見事に勝つことができました。これは実戦以降、楽しみであります。ではまた次回お楽しみに。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。